のお母さんは僕が子供の頃はパートをしながら家事のほとんどをこなす働き者で、その仕事ぶりに誇りを持っている人だったのだ。僕が家事を手伝おうとすると、素人が余計なことをするなと言わんばかりに僕を制止し、そんなことよりも勉強をしなさいと僕を優しく諭したものなのだ。あの頃のお母さんは若さと体力があったのだ。しかしどんなに若い人間も必ず、おい、を迎えるのだ。体が弱り、頭が弱り、心や理性、そして優しさまでもが老いてゆくのだ。大切なものを少しずつ失って、醜い言動をとるようになっていくお母さんを見守ることはとてもつらいことだったのだ。それは自分自身の加齢を意識させることでもあったのだ。僕自身も毛髪が薄くなり、閉経し、おばさんと呼ばれる年齢になった頃、お母さんは大きな病気をして何度か入退院を繰り返したのだ。幸い命は助かったけど、それ以来お母さんは家事を一切しなくなったのだ。そして家の外に一歩も出ず、お風呂も3日に1回程度、一日中テレビを見るか猫と意味不明な会話をして過ごすようになったのだ。そんな母と一日中同じ家で過ごす日々に、僕は強いストレスを感じているのだ。